にちは、ガチャピです。今回もアドリブに即戦力となるパーツを12個のキーで弾いて覚えてしまおうと思います。このフレーズにはセブンスがないため、 Cメジャー7と C7 は同じフレーズになります。ただし4のメジャー7は4度の代わりにシャープイレブンスにします。 Cマイナー7は3度をフラット3度にし、Cマイナー7フラット5ではさらに5度をフラット5度にします。今回はこのフレーズをこのようなコード進行で弾いてみようと思います。ジャズのスタンダードでよく演奏される枯葉の前半部分です。これを2拍ずつにします。これに今回紹介するソファミドのフレーズを当てはめてみましょう。この5つのパターンがどのように当てはまるのか見てください。このようになります。ではこの4小節のコード進行を12個すべてのキーでつなげて弾いてみましょう。12個つなげるとかなり長くなるので、動画では2つだけをつないであります。ブログに12個すべてつないだ譜面と音源、MIDI データを置いておきますので、概要欄のリンクより参考にしてください。4小節ごとに調合が変わっていくのも大変なので、臨時記号で書いてあります。4小節目のコードと次の小節の頭のコードは同じですが、4小節目は6のマイナー7で、1小節目の頭は次のキーの2のマイナー7ということになります。これは音の跳躍がどうしても多くなってかなり難しいので、こんなパターンも紹介します。まずソファミドの中のソを1オクターブ上げて、このようなパターンにします。そして各小節の3、4拍目をこのパターンにするとかなりつながりが良くなります。これもブログに12個すべてつないだ譜面と音源、MIDI データを置いておきます。というわけで今回はソファミドというフレーズを紹介しました。ドレミソと合わせてぜひ使ってみてください。